足田久美子は、京都府京丹後市八坂町出身のトラベルコーディネーター。丹後半島一円で2009年から2018年にかけて展開した、一般市民による旅人おもてなし、企画、ミックス人々丹後発起人。1959年、京都府竹野郡八坂町に生まれる。京都府立峰山高等学校を経て、同志社大学に進学。 同志社大学在学中は心理学を専攻し、1981年卒業論文で、茂松歩美との共同研究、ラブへの心理学的アプローチ、ロマンティックラブスケールを用いてを発表した。富士海外旅行株式会社の営業アシスタントを経て、1985年イギリスに語学留学する。英語を中心に学び、1986年に帰国後、 近畿日本ツーリストのツアーディレクターとして、海外ツアーに天井員として同行。スペイン、フランスなど、約60カ国を訪れ、天井日数は3000日を超える。2004年頃、年間200日以上海外で過ごす、生活の中で体調を崩し、生活を見つめ直す中で月に数日は、故郷、八坂町に戻り、畑仕事などを始める。2007年、 海外旅行の経験と単語での日々の暮らしを綴った、ホトエッセイ、風景を聞く旅を出版。海外と京都市と地元、八坂町を行き来する、3等分の生活をしつつ、京単語ふるさと応援大使としても活動する。暮らしの中に息づくものを次の世代に伝えたいと語り、京単語市国際交流協会等が主催する、講演などもこなす。八坂町の郷土市屋である。 足田幸雄が古代米伝承の拠点として設立した小見箱予想を芋や豪赤米保存会代表の藤村正義らと共に引き継ぎ地域の食文化の伝承交流や社会貢献の場の提供に努める2013年8月から宮津市長岡再生ネットワークで京都地域図を任され地域を見つめ直し味わう街歩きを多数企画した2015年に 英語通訳案内士の資格を取得。その年、京都市内の住居を手放し、単語を拠点とした活動に主塾を移した。2008年頃、新たに病を得て一時入院し、半年余りのリハビリ生活を送った折には、復帰直後に参加した奈良県の室尾の里巡りで、地元の人と交流を楽しむ企画に感銘を受け、それを単語で実現することを目指して、 ミックス人々単語をスタートした。ミックス人々単語は2009年に初開催された。足田久美子が風景を聴く旅の出版をきっかけに知り合った人々に単語の豊かさを見つけようと呼びかけ、単語半島を自由に周遊し、様々な人をつなぐ週末イベントとして展開した。単語地方で暮らす普通の人々の生活を外部に開放し交流することを目的に、 地元のバーマン、染色作家やガラス工芸作家らとととに、エンジンルームを結成、2018年までの10年間、毎年5月に開催した。このイベントは、単語全域の数十カ所で開催され、毎年3000人の旅人を創出して、地域活性化につながった名物イベントとなり、肉炭の愛称で親しまれた。2014年以降2020年現在まで、 京都新聞単語中単版のコーナー、フード愛楽に、四季ごとに、単語の様々な魅力を発信するエッセイを連載する。サウンドアーティストとして、世界的に知られる、鈴木明浦単語在住アーティストによる、夕日が浦音散歩や、単語七姫にも数えられる細川柄社の陰性地味、羽野ノで郷土食を味わうなど、体験を伴いフードに親しむ旅を提案する。 2018年には観光地だけではない単語の魅力を発信すべく30人以上の地域住民がこだわりの単語の一面を紹介する日、日、つの単語本単語人が教える京都、単語半島ローカルガイドを稲町の会社員らと4人で共同出版した。ありがとうございます。